わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれている。今回は崇城大学芸術学部の4年生と院生が集大成を披露する場、卒業制作展を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。飛び出して熊本県立美術館の文館にやってきたぞ。学生生活を締めくくるみんなが輝ける場じゃ。では作品を見せてもらおう。この絵は上式見熊のいます神社を描いたものになります。日常では味わうことのできない不思議な空間に一目惚れしたのがきっかけです。天候によって雰囲気がガラリと変わるので、描きたい景色を求めて何度もスケッチに赴きました。青と白を基調にして、幻想的で静かな雰囲気になるように目指しました。自己表現の幅が広がることはもちろんですが、絵を描くことがさらに好きになったから良かったかなと思っています。日本画で学んだ姿勢や技術はもちろん、今まで学んだことを糧に頑張っていきたいなと思っています。塩井神社という場所をモチーフにしていて、大きい倒木があって、これが地震の時に倒れたまま今まで残ってるっていう神社で、歯の光で透ける感じとか木漏れ日を表現したくてこの絵を描きました。もともと水源になって水が湧き出てたところなんですけど、やはり地震で壊れたり崩れちゃったりして、今ちょっと水が枯れちゃってるっていう状態なので、いつかは水が湧き出るようになってほしいなって思います。今まで油絵をずっと勉強してきたので、自己表現ができるようにこれからも頑張っていきたいなと思っています。ふむふむ、心癒される見事な絵じゃったの。次はどんな作品じゃ。私自身と少女漫画を描いてきたんですけど、各女性誌少女誌の年齢層別の作品を読んで、それを分析して、それをもとにここだけは譲れないというポイントを挙げながら、自分の持ち味を生かすように作品制作を行ってきました。これからも自分の持ち味を生かして忘れないように作り上げていきたいと思います。ベトナムは意識が低く、ゴミを分別せずに廃棄するため問題視されています。で、私はベトナムの子どもたちに環境問題について知ってもらい、ゴミを捨てる際に分別意識を持ってもらい、それを学べるツールを制作しました。子ども向けにちょっと分かりやすい強調して作りました。今後はベトナムの大使館などのコンタクトを取り、ベトナム国内の展開と、多くの人に目を振られる機会を作りたいと考えています。今ここ 1,2 年ですごいブームになっているジャパンディースタイルという、インテリアスタイルがありまして、そこで自分から見た北欧と和をミックスしたチェアを作ることによって、本来のジャパンディっていう意味合いを持った椅子が作れるのではないかと思い、こちら制作いたしました。型を作るところが一番難しかったです。家具のデザイン関係で就職をするので、個人で制作したものじゃなくて、より質のいいものを、デザインして一生愛していただけるような家具を作れたらなと思っています。最後に芸術学部長から前途有望な君たちへメッセージや。なかなかこう結果の出る世界ではありません。しっかり向かい合うことによって、その人特有な表現が得られる。だから焦らないでしっかりやっていってほしいなと思っています。芸術、美術、デザインっていうのは特殊な才能がいるかと思いますけども、私はそうは思っておりません。何かこう自分で表してみたい、自分の可能性を試してみたいっていう人であれば、どんな方でもぜひこの芸術学部の扉を叩いてほしいなと思っております。崇城大学はこれからも芸術の道を目指す全ての若者たちを応援しておるぞ。